どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は甘えてくる子供への対応法という話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。不登校になってから1年経ち、4月に中学2年になる娘、だいぶ元気にはなりましたが、人が嫌い、怖いと外には出れずです。愛情不足だったことは分かっていますが、子供がどうしてもベタベタしてくることが苦手でうまく対応できません。どうしたら受け入れられるでしょうか、ということですね。はい、まあ愛情不足っていうのはね、やっぱり、子供は愛情を親に求めてきますので、まあ、結果的にね、ベタベタしてくるってことがよくあります。まあ、ただね、そのベタベタの仕方も結構子供一人一人違っていて、まあ、親としてはどうしても受け入れられないベタベタもありますよね。じゃあこういった時どう対応していけばいいかってところ、まあ、今日はね、この不登校の部分も合わせて少しね解説していきたいと思います。で、まず最初に、じゃあなんで親はね、親にベタベタしてくるのかっていうと、まあ、これはね、相談者の方も書いているんですけど、愛情を求めているからなんですね。で、例えば、これね、子供の成長でちょっと説明していくと、小さい時っていうのは子供はね、やっぱお父さんお母さんに結構ね、触ってほしいっていう、欲求があるんですよ。頭を撫でてほしいとか、抱っこしてほしいとかね。で、その欲求があるあって、まあ、もちろんね、どれだけ抱っこしてほしい、どれだけ触ってほしいっていうのは人によって違います。で、この一定ラインを超えるまで小さい頃に抱っことか、触ってあげるとかね、してあげる子はもういいお父さん、もういいお母さんと、それ以上やらなくていいよ、俺自分でやるからっていう風になれるんですよ。でもそれが満たされていないまま思春期になってしまうと、やっぱ子供もね、それが満たされていないから、何としてもそれをもう一回取り戻したいって気持ちになるんですよね。で、それで、思春期になってもお父さんお母さんに、ベタベタするってことがやっぱあります。うん、で、こういう時はじゃあどうすればいいかっていうと、まあやっぱ一番の理想はね、まあ、今回の相談者の方はなかなか受け入れられないとは書いてはあるんですが、まあ、子供のためとちょっと割り切ってですね、要求を聞いてあげる。つまり子供が、くっついてくるんだったらそれを満たしてあげるっていうのが、まあ、一番理想ではあります。ただ、まあ、今回の相談者の方みたいにね、どうしてもちょっと難しいっていう場合は、まあ、一応これ根本的な原因は愛情不足なんですよね。要するに、まあ、触ってほしいっていうのは、広い意味で言うともっと愛情欲しいっていうのが一応意味ではあるので、まあ、なので例えば他の方法で愛情を伝えていく。まあ、子供の好きな料理作ってあげたりとか、話を聞いてあげたりとか、一緒に買い物に行ってあげたりとかってことをしていくと、まあ、ある程度は改善できるかなと思います。うん、まあ、だからどうしてもね、ちょっとこのベタベタが難しい場合は、ちょっとごめんねと、お母さんなかなかね、そうやってベタベタが苦手なんだって話をして、もう他の方法で愛情を伝えてあげるっていうのも一つ方法としてはありかと思います。で、あと、まあ、これはね、あくまでもこのベタベタに対する対応なんですけど、まあ、今回の方がね、このベタベタの部分がちょっと難しいのか、それともそもそも愛情を注ぐってこと自体が結構ね、苦手なのかっていうね、まあ、2パターン考えられるんですね。で、もうそもそも子供に愛情を接することが難しいって場合は、もうこの料理を作るとか話を聞くとか一緒に買い物行くってことも難しくなっちゃいますよね。で、こういう時はじゃあどうすればいいかって話もちょっとしていきます。で、これはじゃあ理由は何かっていうと、まず自分自身が精神的に余裕がない可能性があります。そうすると、まあ自分が余裕がないのに子供に愛情なんか注げないですよね。だからまずは自分自身の精神的な余裕を作らないといけません。具体的には自分自身が話をね、誰かに聞いてもらって楽になるとか、自分自身のなんかね、趣味の時間とかを作って気持ち的にリフレッシュするとか、そういったことをしていかないといけません。だからちょっとね、話はそれますが、例えば全部をね、子育ての時間、24時間あるうちとね、余った時間を全部子育てに当てると、自分自身が精神的に苦しくなってしまって、逆に愛情を注げなくなってしまうってことがあるんですよね。そういう方には僕は結構自分の時間作りましょうねとかいう話をしているんですけど、それはこの精神的な余裕を作るためってことですね。今それができてないんだったら、そういった時間を作るっていうのもいいかなと思います。で、あと、結構これもね、最近多いんですけど、自分自身が、まあ、小さい頃ね、親から愛情がなかなか思ったのがもらえず、自分自身が今の時点でも愛情不足状態になっているって方も結構いらっしゃいます。で、こういう場合はどうするかっていうと、まあ、ひどい場合はね、本当に愛着障害って感じで、結構障害みたいな状態にもなるんですけど、まずは例えばね、夫婦間とか、あとは、自分のね、先輩とか、うん、そういうような人たちから愛情をもらうっていうのも一つありです。うん、まあもちろんね、もう一回やり直しで自分のお父さんお母さんから愛情もらえればいいですけど、なかなかそれが難しかったら、結構これはね、親じゃなくて第三者からでも、まあ、満たされるんですよ。だから夫婦間でね、奥さんだったらお母さん、あと旦那さんから愛情をもらう、旦那さんだったら奥さんから愛情をもらうってことでも結構満たされます。まあ、あとそれがね、例えば母子家庭、父子家庭とかで難しかったら、自分の友達とかからね、まあ、話を聞いてもらうとか、いろいろね、要求聞いてもらったりすると、まあ、それも愛情としてなるので、認められる、愛情にね、変換できるのでね、そういう方法でもいいです。
であとはもう本当愛着障害レベルまでね、辛い状態だったらなかなか夫婦間でもね改善が難しいので、まあ、この場合はね本当に専門家に相談するっていう形になりますね。まあ、本当に僕よりもねこういうのに詳しい専門家の方いらっしゃいますので、そういう方に相談していただくっていうのがいいかと思います。であと最後にねちょっとこの不登校の解決法っていうところもちょっとお話ししておくと、今回の相談者の子はね1年間不登校で、で、まあ、だいぶに元気になったけど、人が嫌い、外が怖いっていうふうに言っています。で、一応基本的にはね、1年、以上、まあ、経っているってことは結構長期的な不登校になってしまっているので、まあ、この場合はできればね、専門の先生に相談された方がいいかなと思います。まあ、不登校については僕よりも本当にね、詳しい先生たくさんいらっしゃいますので、うん、そういう方に詳しく相談をいただく方が、解決は早いかなと思います。まあ、もしね、そういうね、なんか、どういう先生に相談したか、相談すればいいかわからないっていう場合は、直接連絡いただければね、僕の信頼している先生をね、ご紹介したいと思います。はい。で、まあ仮にね、なかなかちょっと、まあもちろんね、第三者の力を借りるっていうのは費用もかかることなので、まあそれが難しいっていう場合は、基本的にはね、まず愛情バロメーターを上げる。だから、もうベタベタくっついてくるってところも、まあ、とかね、受け入れてやるとか、他の方法で愛情を伝えるとかってことをして、愛情バロメーターを上げていくと。で、その後で、まあ今回ね、人に対応できないって書いてあるので、まあ、とにかく人に慣れさせる練習ってことが必要かなと思います。うん。まあだから、まずはお父さんお母さんとちゃんと話せるようにする。その後でその次に近い人、まあ親戚とかおじいちゃんおばあちゃんとかともちゃんと会えるようにしていくと。でその後は、例えば、まあ友達でもいいし、学校の先生でもいいし、あとは、ちょっとお店に行ってね、うん。お店が親戚とかでもいいし、うん、そういうちょっとまた親とは違った人たちと慣れさせていくって感じで、少しずつ人になれる練習を多分していかないといけないかなと思います。でそれができたら今度は外に出て、人になれる練習ってことが必要で、例えばお店とかに行ってね、ちょっと買い物をすると少しねお金とか払ったりすると一旦ねその人と接する場面が出てきますよね。でそういうのをついて人に慣れていくっていう手順を踏んでいかないと、まあ、なかなかね改善はちょっと難しいので、こういう手順でねまずはしっかり外に出られるっていう状態を作っていただければと思います。